ローアー半島。ローアー半島。ローアーペニンシュラは、アメリカ合衆国ミシガン州南東部を形成する、半島。正式な名称は、ローアーペニンシュラ・オブ・ミシガン。ミシガン州のローアー半島というが、単に、ローアーペニンシュラ、または、ザ・エルピーと呼ぶことの方が多い。半島が、野球のミッドのような形状をしていることから、ザ・ミトンとも呼ばれる。また、アッパー半島を、 ランドアバブザ・マッキンック、マキナック海峡の上の地と呼ぶことに対比して、ロワー,ー半島をランドビローザ・ブリッジ、マキナック橋の下の地と呼ぶこともある。アッパー半島の住民は、ロワー,ー半島を単にデトロイトと呼ぶこともある。また、橋の下に住んでいるというところに引っ掛けて、ジョーク的にトロールとも呼ぶ。ロワー,ー半島は、西から北西にかけて、ミシガン湖、 東から北東にかけて、ヒューロン湖に囲まれている。北には、マキナック海峡を隔てて、アッパー半島が横たわっている。南は陸続きで、インディアナ州及びオハイオ州に接している。ローワー半島は、ミシガン州の総面積の役に、3を占め、総人口の約97%を抱えている。デトロイト、フリント、アナーバー、ランシング。 グランドラピッツといったミシガン州の主要都市はすべてローアー半島に集中している。ローアー半島は地理、土壌、植生、都市、農村比率、マイノリティの人口比率、農業などの特色により以下の5つの地域に区分される。なお、中央ミシガンの南半分と西ミシガンの南東部を南ミシガン、サザンミシガン都市6つに分ける区分もある。 ローアー半島の中でもマウントプレザント以北の地域を指す。ちょうどミッドの指に当たる。前後地域の中で最も面積が広く、包含する軍の数も最も多いが、人口は最も希薄である。ローアー半島の他地域とは異なり、人口の多い都市はなく、小都市や町村が点在している。ミシガン湖やヒューロン湖の湖岸には、ラディントン、トラバースシティ、 末期のシしィなど夏の避暑地が点在する。ロワー,ー半島とアッパー半島を分かつ、マキナック海峡に浮かぶマキナック島は、ミシガン州随一の観光地である。北ミシガンの西側はやや山勝ちになっており、冬季のスキーリゾートも点在する。この地域の主産業はこれらの避暑地、リゾート地を中心とした観光業である。観光客の多くは、デトロイトやシカゴといった南方の大都市から来る。 夏の別荘を中心とした不動産業も盛んである。また、かつてこの地域の経済を支えた林業と漁業は現代においても盛んである。一方、気候と土壌はロワー,ー半島の他地域よりもアッパー半島ににおり、一年を通して冷涼で土壌が痩せているため農業には不向きである。主産物は主にジャガイモなどに限られる。グランドトラバース湾の周辺では、 サクランボやワイン醸造用ブドウも栽培されいる。グランドトラバース湾の湾王に位置するトラバースシティは世界のサクランボの都と名乗っている。地域のほぼ中央を週間高速道路 I-75 が南北に走っている。I-75 は北ミシガンとアッパー半島を結ぶマキナック橋を渡る。また、マッキノーシティとアッパー半島のセントイグナスの両方からマキナック島へ。 ラギントンからミシガン湖を渡り、ウィスコンシン州マニトワックへといったフェリーの便もある。州とランシングを中心とした地域で、ミッドの手のひらの部分にあたる。地域内には、ランシング都市圏の他にもいくつかの都市が存在するが、大部分は農地で、地域の主産業は農業である。土壌は肥沃で、主にトウモロコシ、大豆、天才などが生産されている。経済面。 文化面では南東ミシュガンのデトロイトアナーバーや西ミシュガンのグランドラピッツには及ばないもののランシングはミシガン州会議児童、ミシガン州最高裁判所、アメリカ合衆国地方裁判所を抱えるほか州の各種機関が集中する政治面での州の中心都市としての役割を担っている。またランシングの東に隣接するイーストランシングはミシガン州立大学の大学長である。 ミシガン州の機関とミシガン州立大学は、ランシング都市圏における二大雇用種で、都市圏の経済を支える存在である。ランシングは、地域の交通のハブでもある。週刊高速道路 I-69 が、中央ミシガンのランシング以南を縦断して走り、インディアナポリスに通じている。ランシング以北では東寄りにルートを変え、フリントへと通ずる。ランシングでは、 この i-69 に i-96 が交わり東にデトロイトへ西にグランドラピッツへとつながっている。地域に約20万人都市圏に約130万人の人口を抱えるミシガン州第二の都市グランドラピッツを中心とした地域である。競技の西ミシガンはグランドラピッツ都市圏を構成するアレガン、ケントスキーゴンゴターの四軍のみを指す。 講義ではこれにカラマズーなどを含み、南はインディアナ州との宗教までの6軍、北はグランドラピッツ都市圏の北に隣接する3軍を加える。19世紀後半には製材業と家具産業が発達した。現代においても家具産業はグランドラピッツの看板産業である。また、グランドラピッツ郊外に本社を構えるアムウェイやカラマズーの東。 バトルクリークに本社を置くシリアル食品の最大手ケロックなど国際的に事業を展開する企業の本社もいくつかある。一方、ミシガン湖に面するマスキーゴンはミシガン湖東岸で最大の都市でありグランドラピンツ成功の港湾都市としての役割を果たすだけでなく観光地としての要素も持っている。カラマズーは中西部有数の一流リベラルアーツカレッジである。 カラマズ大学や地域密着型の州立大学である西ミシガン大学を抱え南東ミシガンのアナーバー、中央ミシガンのイーストランシングと並ぶ学術都市としての要素も持っている。グランドラピッツ近郊にはグランドバレー州立大学がキャンパスを構えている。地理的にはデトロイトよりもシカゴに近いが道路交通網は グランドラピッツとデトロイトを週間高速道路 I-96 が、カラマズーとデトロイトを I-94 が結ぶなど、デトロイトに直結するように作られている。グランドラピッツ市内で、マスケ号へ向かう I-96 本線と I-196 が分岐し、I-196 はカラマズーから西へ伸びる I-94 と合流する。このルートにより、 西ミシガン地域の週間高速道路網は、シカゴとも直結している。人口88万人を抱える、全米第11位の大都市、デトロイトの都市圏とほぼ重なる。6軍からなる都市圏は450万人、これにフリント、アナーバー、モンドーとその周辺地域を加えた9軍からなる、大都市は540万人の人口を数え、州の総人口の半数に達する。 ノースウェスト航空のハブ空港の一つであるデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港を玄関口に持ち3本の週間高速道路 I-75、I-94、I-96 が交わるなど州の交通の中心でもあるまた全米屈指の名門州立大学であるミシガン大学を抱え博物館、美術館などの文化施設も数多く抱える一方 モータウンサウンドを生み出した州の文化の中心となっている地域でもある。かつては自動車産業で栄えた。しかし1960年代の公民権、運動、1970年代以降の日本車の台頭などによりデトロイトは一気に車両へと転じた。裕福な白人はトロイなど治安の良い郊外へと移住していったホワイトフライトという。そのため、 都市中心部と郊外とで人口構成が大きく異なる。デトロイト市の人口の81%がアフリカンアメリカンであるのに対し、トロイでは82%が白人、13%がマイノリティの中でも比較的裕福なアジア人である。また、中心部に貧戦な層が取り残されたため、デトロイトの犯罪率は全米の大都市の中で最悪の水準であるが、 その一方でトロイは全米の安全な都市で第5位にランクされるなど都心の荒廃と郊外化が目立つ。ザ・サムは南東ミシュガンの北、中央ミシュガンの北東の地域である。ちょうどミッドの親指に当たる位置にあるためこのように呼ばれている。厳密にはヒューロン湖とサギノーアンに挟まれた半島に位置するヒューロンサニラックタスコーラの3軍を指すが、講義では 地図中にあるように、デトロイト都市圏に含まれる、ジェネシーラピア2軍、およびサギノの都市圏を形成する、サギノオミトドランド米の3軍を含む。抗議のザサムの中心都市は、ジェネシー軍のフリントである。フリントの北には、サギノオミトドランド米シティの3つ5都市が位置している。フリントでは2本の週間高速道路、I-75 と I-69 が交わる。 アイマイナス75はデトロイトへ、アイマイナス69はランシングを経由してインディアナポリスへと通じている。この地域は全体的に平坦で土壌が肥沃であるため農業が盛んである。かつては世界の大豆の都と呼ばれた金でや世界の天才の都と呼ばれたセベウェイングのような村も抱えている。一方、ヒューロン湖岸のいくつかの町や村は観光地として賑わっている。 フリントを除いて、この地域の住民は圧倒的に白人が多い。初期にこの地域に入植してきたのはドイツ人やポーランド人が多く、現代においてもその生活様式や習慣は住民たちに受け継がれている。一方、フリントはデトロイト同様自動車産業の低迷によって白人が市外へ移住し、黒人人口率が6割に近い。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。